はい、ということでコミュニティに新たなページが追加されて、クロスサーバーギルドの幕開けだということで、これをタップするとこのページが出てきます。で、ここをタップするとこんな画面が出てきて、で、ここにね、報酬の受け取りボタンがあります。で、ここをタップすると、報酬がね、受け取れます。で、これが今日から4日間、まあ、14日まで、毎日ね、受け取ろうとなってます。で、そしてこの報酬一覧というところをタップすると、今回のイベントで受け取れる報酬っていうのが出てきます。これだけのね、報酬を最大で受け取れるよと。で、まあ、この報酬に関しては、まあね、少なくもなく多くもないかなとは思います。まあ、個人的にはね、まあ、新しめの紋章とかのね、石が報酬にあったら嬉しかったかなとは思うんですけど、まあまあ、普通かなという感じです。で、下にスライドしていくと、さらにね、受け取れる報酬というのが出てくるんですけど、まずは、今日から14日までの4日間、最初にね、説明したところをタップして、毎日2枚、合計8枚、交換券を受け取りましょうと。まあ、なので、そのね、タップは忘れずに。で、そしてさらに、イベントの期間中最大で交換できる報酬っていうのが、この以下のね、通りになってます。で、この報酬に関しては、右上の交換ショップっていうところをタップすると出てきます。まあ、これをね、最大全部受け取ると、さっきの以下の報酬が受け取れるようになりますと。で、この交換券に関しては、さっきのページのところのさらに、ね、下に進んでいくと、ここにね、あります。ここで最大で88枚受け取れるので、さっきのね、交換券のショップっていうところを全部ね、交換できることが可能になります。まあ、これはね、15日からの開催になっているので、まあ、そのね、開催してからの報酬になってます。で、そしてイベントの終了時、ギルドの順位に応じて現世がもらえるよと。で、これ現世の数がね、桁が1個少ないかなと思います。ちょっとね、あまりにもね、少なすぎるかなと思ってて、まあ、ただね、このギルドの人数がまだ少ないところもあるし、まあ、ちょっとね、過疎ギルドのままの状態っていうギルドもあるんで、まあ、ギルドの人数ゲージャンとかにならないように、まあ、そこはね、ちょっと報酬は控えたのかもしれないけど、まあ、だとしてもね、1位になっても888現世っていうのは、ちょっとね、少ないかなと思うので、っていうか少ないです。もうちょっとこれに関して上げてよかったかなと思います。まあ、あんまり上げすぎるとね、ちょっと文句があるかもしれないけど、さすがにこれは少なすぎるかなとは思います。ということで、とりあえずね、4日間の間はこのタップ、ここの報酬のタップを忘れないようにしましょう。これね、コミュニティのやつって結構ね、忘れがちになるので、しっかりね、忘れずに受け取りましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。